皆さんこんにちは、滝川クリステルです。今日は久しぶりに宮古島晴れまして、気温は19度もございます。今日は天気もいいので、お隣の島伊良部島の方に出かけたいと思います。せっかくの天気ですので、皆様には沖縄民謡をお届けしたいと思います。ティンサグルハナヤチニサチニ、すいません、ここから先わかりませんので、ここら辺で終わりたいと思います。今日ご紹介するのは伊良部島のこちらのお店、ジプソフィーラさんです。店内は結構広くて、テーブル席とお座敷があります。お座敷結構広いですね。夜は居酒屋もやられてるので、宴会なんかできそうな感じです。さあ、ランチメニューはこちらになります。今日はカツカレーとソーキそばを注文しました。漫画本なんかもあって、ゆっくりくつろげる空間になってます。あ、来ました、ソーキそばです。見てください、熱々です。スープも透き通ってて美味しそうですね。それではいただきます。あ、この指輪が食べにくくないかですって。全然大丈夫です。紅生姜を入れて、早速そばツアーです。見てください、この蒼器、大きい蒼器ですね。ちなみに蒼器は2枚入ってます。そしてかまぼこですね。麺です。さあ、続いてご紹介するのはこちら、来ました、カツカレーです。でかい、でかいですね。ジャンボカツカレーとは書いてなかったんですけどね。福神漬けもついてます。どうですか、このなみなみのルー、美味しそうですね。カツもたっぷり。全部食べれるかちょっと不安ですが、なんとお蕎麦もついてますし、サラダもついてます。皆さんいかがでしたでしょうか。今日は伊良部島のちょうど中央にあるジプソフィーラさんをご紹介いたしました。ジプソフィーラさん、宮古島の方言のような感じがしましたが、なんとイタリア語でカスミソウという意味らしいです。詳しい内容、場所は記事の方でご紹介しておりますので、しっかりご確認して行ってみてください。それでは、滝川クリステルでした。さよなら、さよなら、さよなら。